皆さんこんにちは、フライトクルー .com 市上です。今日なんですけれども、 SRM シングルパイロットリソースマネジメントですね、一人で飛ぶために必要なマネジメント手法ということについてお話ししていこうと思うんですけれども、 SRM、知らない人もいると思うんですけれども、まずパイロットとして飛ぶためには、飛行機の自分の飛んでいる飛行機の状態、それから外から入ってくる情報ですね、天気が変化していますとか空港の情報どうですっていうような2つの情報を得ながら、フライトをマネジメントしていくことになると思うんですけれども、このマネジメントをいかに効率的に安全にフライトをするためにマネジメントしていくかということをまとめたのが SRM と呼ばれる手法になります。この SRM、すごく重要な情報なので今回、それを一つずつ説明していきたいなと思っています。 SRM なんですけれども、繰り返しになるんですが、シングルパイロットリソースマネージメントっていうのの頭文字を取ったもので SRM と呼ばれています。で、この SRM のコンセプトですね、軸になっているものはこちら、6つですね。エアロノティカルディシジョンメイキング、どういうふうに決断を下すか、それからリスクマネージメント、タスクマネージメント、オートメーションマネージメント、それから CFIT にシチュエーショナルアウェアネスという6つを合わせたものがコンセプトになっているのが SRM です。で、このそれぞれについては別の動画で紹介していこうと思っているんですけれども、今回紹介するのがこれらの手法を含めて SRM をどのように回していくのか、潤滑にフライトに取り込んでいくのかっていう部分で 5P チェックリストっていうものがあるので、こちらをメインに紹介していきたいと思います。で、この 5P チェックリストっていうのは、1つ目の P がこちらプランの P ですね。プランっていうのは天候であったりルート、それから航空情報みたいなものを得ながら、どういうふうにフライトを組み立てるのか、もしくは今後のフライトをマネジメントしていくのかっていうののプランの P ですね。で、2つ目の P がプレーンの P。 プレーンっていうのはまあ飛行機ですよね。自分が飛んでいる飛行機、乗る飛行機が実際どういう状況にあるのか、内部の計器は全部正常に機能するのかっていうような部分ですね。それから、飛行機の不具合はないのかっていうような部分を P ですね。で、次がパイロットの P。 こちらはアイムセーフチェックリストなんていうのは結構聞いたことのある人いると思うんですけれども、パイロットは病気をしていないのか、薬を飲んだりしていないか、ストレスはどうなのか、アルコールもちろん飲んでませんよねっていうところから、あとは体調不良等ないですかっていうのがパイロットの部分、パイロットが万全な状態でフライトに臨めていますかっていうのがパイロットの P ですね。で、4つ目のパッセンジャー、これは実際にお客さんを乗せている場合にお客さんが、の状態ですね。パイロットと同じように体調が悪くないのか、それから飛行機に乗り慣れているのか乗り慣れていないのかというような部分でお客さんのケアをしましょうというのが4つ目の P ですね。で、最後の P がプログラミングの P で、プログラミングって呼ばれているのはオートパイロットだったり GPS みたいなナビゲーションの部分っていうのがちゃんと機能していますかというのがこのプログラミングの P ということになります。で、この 5P チェックリストっていうのを回すことによって SRM をより効率的に理解しましょうというのが、元になっているコンセプトです。で、この 5P チェックリストなんですけれども、どういう時にやればいいのかというので、まずフライト前ですね、これはもちろんなんですけれども、フライト中も離陸から着陸までこの 5P チェックリストを、各段階、主要な段階でやっていくっていうことがより SRM を高める方法の一つということで提唱されています。なので、実際フライトするタイミングでここのタイミング、例えば離陸前、それから巡航に入った時、巡航する中で1時間おきにやる、もしくは2時間おきにやる、着陸前にやるっていうような形でサイクルワークとして、この 5P チェックリストをやってもらうことによってより SRM っていうのを高めることができると思います。で、今回なんですけれども、SRM 5Pモデルチェックリストっていうのを簡単に紹介させていただいたんですけれども、より詳しく勉強したい方は概要欄の方にフライトクルー .com で独自にまとめた SRM のテキストの方をダウンロードできるようにリンク貼っておきますので、ぜひそちらの方も合わせて見ていただければ
より理解していただけるかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。